はい、どうも皆さんこんにちは、みぞです。本日はですね、僕がお金を払ってまで手に入れた SR キャラクターであるサーヤの方を使ってセレストマグナのハイレベルの方に遊びに行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、サーヤのアビリティサーヤのアビリティの方がですね、まあこんな感じになってるんだけど、ちょっと何を書いてあるかわかんないじゃないですか。まあちょっと何を書いてあるかわかんないんで、そういうのをちょっとおさらい、まあおさらいというか見ていく意も込めてのセレマグハイレベルということで、ちょっとリミットボーナス振るか。実はちょっとね、レベル上げしてたんですよ。弱体成功に振っていきまーす。まあキャラクター編成はね、いつも通りのセルエル、サーヤ、ソン、セルエルなんとかソーンみたいな感じで、まあ武器はこんな感じで、召喚的にこんな感じ。じゃあ行ってみまーす。まあどんなアビリティなんだろうね。まあどんなアビリティなのかはもうロケハンしたのがバレてるんで、まあ正直もうこう今更取り繕っても、もう今完全に取り繕うのやめた感じなんだけど、まあ基本的に一アビで相手をカンパするんですよ。で一アビで相手をカンパして、で、その3アビを使うんですね。3アビを使って、偽証論破っていうのをすると、余ダメージが上がるみたいな効果らしいんだけど、ちょっとようわかんなくて、これちょっと聞くだに応援しますね。まずはこれを入れると、対象観察っていうのが入るんだけど、対象観察が入った後にね、この観察レベルが上がるって書いてあるんだけど、どこに観察レベルがあるのかわかんないんだよね。観察レベルってのがこれなのかどうなのかもわかんないし、観察レベルって何っていうのがまずちょっと全然わかんないんですよ。まあ、このまま殴っていくんだけど、よいしょ。で、この1アビを使うと弱体耐性が低下します。で、この2アビは両面枠、ミゼラブルミストと被るんで攻撃ダウンは入りません。もうこれだけでまずマイナスポイントだよね。で、ちょっと、まあ、この3アビと2アビの関係性がガチでようわからんくてな、どうなってんだろうっていう感じなんだけど。で、まあ、ただ、ダメージが上がるらしい。もう観察レベルが上昇するっていうのはよくわかんなかったんですけど、まあ、これ、砂栗のダメ見てみましょうか。まあ、ここで砂栗のダメ、ボコボコ、ボコジャカ、ボコジャカして、うん。なんか1ターンだけなのかな、偽証論破のダメージ上昇は1ターンだけだと思うんだけど、よいしょ。いや、ここで45万か、90万出るのにな、主人公は。主人公じゃない、ソーンは、ソーン君は90万出るのに、さすが10点集だぜって感じ。さあ、ここから砂栗のダメを見てみましょう。ここから砂栗のダメが18万ですね。18万、はい、18万ぐらいですね。約18万ぐらい。ここで観察レベルが、まあ一応3になるのかな。観察レベル3になって偽証論破を入れると運の突きデバフが入る。え、運の突きデバフ消え、あ、消えてない。大ダメージを受ける状態、ダメージを受けた時解除では、16万ダメージどんな風になるのか。3万ほどしか増えてないの。え、9ターンかかってんだよ、1ターンいるのに。さすがにちょっと厳しいところがありますよね。まあキャラ全体上がってるんでしょ、多分。まあ、サーヤだけが3万ダメージってわけじゃなくて、多分全体で上がってると思うんだけど、それでもさ、12万ダメじゃん。まあ単純計算でね、砂栗一発が12万ダメージ、まあ、全体含めて、まあ、TATA だったり奥義だったり変わるにしても、これはなかなか難しいキャラクターになってそうだね。サーヤのニアビがまず片面にならないとさ、ただやっぱ奥義はいい。うん、奥義の光属性防御ダウンは強力なんだけど、ただちょっとこう1アビと2アビでデバフを食ってるのがちょっとなんかいただけない感じがしますよね。なんかこうあれな感じするよね。あれを思い出す感じがする。なんつうの、カバウカウンター、うん、なんかカバウカウンターに似てるような気がしませんか。あ、これもしかしてさ、3ターンになったらこれ使えば使うほどさ、推理してるわけだからさ、時間が進めば推理レベルが上がって、ここで火力が上がったりするんじゃないの。20万ダメージよ。ソーンが20万ダメージ。ここで2ターン考えました。お前の運の尽きだ。お前を殺すソイルは決まった。ピューダメージ全然変わりませんね。
ということで、サーヤの使用動画でした。いかがでしたでしょうか。まあ、少々ピーキーすぎるような印象こそありましたけれども、やっぱり奥義で光防御ダウンっていうのはなかなかありがたいですよね。で、まあ、弱体耐性ダウンっていうのは、まあ、最近っていうか、ここの、サーヤと実装と同時に、イベントの方やっております、ポーチャーズデイじゃなくて、パープルスケール。まあ、パープルスケールの方でもらえる、光 SR エゼクレインとかがね、光 SR エゼクレインのニアビが、ブラインド入らないじゃないですか。ブラインドがあんまり入らないので、まあ、そこら辺と組み合わせるとっていう風に考えると、ちょっとデバフ成功率低めのキャラクター、まあ、例えば、ジャンヌ・ダルクの1アビとかね、SSR ジャンヌ・ダルクとか思ってる場合だったら、サーヤを入れて、まあ、その最初のデバフのフォローっていうのを入れていくといいかもしれないですね。偽証論破はあんまりこう、ちょっと使いづらすぎるかなっていうような印象。ただダメージ大幅アップっていう風に書いてあったから、もしかしたら減衰超えるかもしれない。そういうなんかぶっ飛んだ使い方っていうのがあるのかもしれないですけれども、現状を考えた限りでは少しこう偽証論破に関してはね、まあこうお手軽に見てみた感じでは使いづらいのかなと。で、敵全体の攻撃ダウンに関しても両面枠っていうことで、まあ、ちょっとこうね、片面枠だったらミゼラブルミスト、まあミゼラブルミストと両面枠っていうのは被っちゃうから、どうしてもそこら辺がネックになってくるのかなっていうふうに感じました。まあなんでね、まあ愛がないと少しだけ扱うのが難しいのかなっていうような印象ですね。ただ可愛いんで、まあ、もし今後 SSR サーヤとかが出てきたら皮要因にね、スキン要因になるのかもしれません。皆さん参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。